はい、こんにちは、純米酒専門宿新宿三丁目店の西明です。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、ちょっと日本酒の、疑問に対してね、少しお答えしていくというコーナーということで、よくですね、まあ、日本酒を作る時の酵母ですね、皆さんも、まあ、教会5号、教会7号とかね、教会9号とか、教会6号、教会180号とかですね、01号ですね、まあ、そんな風に教会何々号という風に、名前のついた酵母をね、よく見かけるんじゃないかと思います。で、まあ、例えば教会9号を使うとこういう香りが出るよねとかね、教会7号は発酵力強いよねとか、まあ、そんなようなね、言われ方をして、まあ、たまに酵母にね、注目してお酒を選ぶ方というのもいらっしゃるかと思います。で、じゃあこの時のですね、教会7号といった時のこの教会っていうのは何なのかということをですね、今日はちょっとお話をしたいと思います。まあ、皆さんもこのようにですね、日本酒の裏張りを見たときに、まあ、書いてある蔵元さんとそうじゃないところがあるんですけども、まあ、このようにですね、使用酵母、はい、こちらだと教会7号というふうにね、書いております。で、こういった時の教会っていうのはね、何なんでしょうということをですね、お話ししたいと思うんですけども、まあ、これはですね、教会というのは何の教会かというと、正式名称で言うと、日本醸造協会ですね。日本醸造協会、まあ、これはあの東京都、北区ですね、滝野川といって、最寄り駅はあの王子という駅です。まあ、そこから歩いてすぐのところにね、日本醸造協会あります。で、まあ、これは何かと言いますと、もともとはですね、国立の醸造試験場というのがですね、明治時代に立ち上がったわけですね。まあ、明治時代にいろんな日本酒のね、まあ、例えば山灰作りとか即醸元というものが、生み出されていくんですけども、まあ、結構昔はですね、やはり科学的に基づいた研究というのはほとんど行われていなくて、まあ、それぞれの蔵元さんのね、杜氏さんが結構こう勘でやっていたりとか、その勘でやったことをですね、弟子たちに伝えていって、まあ、つまりこう口伝えだったりとか、まあ、そういったですね、比較的こう曖昧な部分が非常に多かったんですね。まあ、そうするとやはりこう安定したお酒というのはね、作りづらいということで、まあ、ちゃんとこう研究していこうということで、国がですね、国立の醸造、試験場をですね、立ち上げるわけです。まあ、現在は広島に移ってるんですけども、まあ、種類総合研究所という名前にね、今は変わっているんですが、まあ、その、国立の醸造試験場、まあ、そこでですね、いろんなこう研究をするわけですね。まあ、優秀な酵母だったりとか、まあ、あるいはね、即醸元というのを生み出したり、山灰作りというのをね、研究したりということを行っていたんですけども、まあ、その研究した結果をですね、社会的により広めていくのがこの日本醸造協会の実は役割なんですね。まあ、ですので、そこで得られた研究結果をもとにですね、まあ、蔵元さんに向いて、そうですね、まあ、講習を開いたりとか教えに行ったりということをね、行っているのが日本醸造協会。まあ、そしてですね、いわゆる新酒鑑評会とか全国のね、種類鑑評会といういわゆるこう金賞とかね、そういったものをね、審査するコンクールのようなものがあるんですけども、まあ、その時にこう優秀だったお酒ね、優秀と判断された時のお酒、まあ、そこのお酒でですね、使用された酵母、まあ、それを採取してきて培養して、まあ、そしてですね、いろんな蔵元さんに販売をするという役割をこの日本醸造協会が担うことになっていくわけです。まあ、ですので、例えばまあ教会6号でしたら、まあ、荒政ですね、秋田県の荒政から採取された酵母を培養して、それをですね、日本醸造協会へ、毎年ですね、保管して、まあ、さらに培養して、まあ、何種類もね、教会6号の中には実は何種類もあるんですけども、まあ、その中から今年はこれがいいんじゃないかなというものをですね、欲しいといった蔵元さんに販売をしていくわけですね。まあ、教会9号でしたら熊本酵母とね、言われてますけども、まあ、そのように現在では、酵母を販売する、まあ、そんなことがですね、主な仕事になっております。まあ、他にもいろんなね、日本酒作りのための資料とかセミナーを開いていったりということで、日本醸造協会というふうに、ネットで調べていただくとトップに出てきますので、まあ、そのホームページを見ていただくと、酵母も販売されていますね。醸造に関するいろんな書物も販売されています。セミナーの募集もしています。まあ、ですのでね、一度興味がある方は覗いてみてください。教会酵母のね、何号はどういう特徴でっていうようなこともですね、かなり細かくね、説明されております。
まあ、日本酒が好きな人にとってはねちょっとこう面白いホームページになっていると思いますので、まあ、ぜひ一度ご覧いただきたいなと思うんですけども、まあ、そこで酵母も実は販売してるんですね。ただもちろんですね、一般の方は買えません。ちゃんとですね、清酒の製造免許を持った方にのみ販売されているということで、まあ、あ、酵母ってこんなに金額するんだなとかね、まあ、そんなこともね、酵母によって値段違うんだなとかね、まあ、そういったこともね、載ってますので、興味がある方はですね、ぜひ一度ご覧いただければと思っております。はい、というわけでですね、本日は境界何号というね、まあ、酵母の表記の時ですね、その境界を何を示すのか、日本醸造協会の協会ですよということをですね、お話をさせていただきました。では本日もご視聴どうもありがとうございました。